はい、こんにちは、116インズです。ついに MLB 開幕しましたね。昨日と今日で全チーム1試合ずつ行いまして、各地で、まあ、無観客ではあるんですけれども熱戦が繰り広げられました。で、昨日はナショナルズとヤンキースが本当の意味での MLB の開幕戦を戦いまして、まあ私も朝からテレビで見ていたんですけれども、コールとシャーザーの投げ合いというところだけでも非常に見応えのある試合でしたし、またヤンキース打線がスタントのツーランなどシャーザー相手に猛攻を仕掛けていたのも非常に印象的でしたね。とにかく MLB がようやく帰ってきたなという実感が湧きつつあるんですけれども、ただ今年の開幕は本当に開幕当日までドタバタしていろいろと当日に決まったことも多くてですね、今回は開幕当日に決まったことですとか、あとは日本人選手のデビュー戦、それから我らがマリナーズの開幕戦について話していきたいなと思っています。はい、まず開幕当日に決まったことを話していきたいなと思っています。まずプレーオフの拡大が決まりました。いや、そんなの開幕当日に決めるなよと思いましたけれども、従来今年は10チームでのプレーオフの開催、まあ従来通りの方式でのプレーオフ開催が予定されていたんですが、こちらが16チームに拡大されることとなりました。各リーグの各地区の2位までのチームと、それからそれ以外のチームで勝率の高い2チームがプレーオフに進出し、で1回戦は順位通りに戦うということですね。例えばリーグ1位のチームはリーグ8位のチームと戦いますし、2位のチームであれば7位、3位のチームであれば6位と順位に応じたマッチングが行われまして、で1回戦は先に2勝したチームが次のラウンドに進出できるという仕組みみたいですね。なのでプレイオフのフォーマットとしては NBA に近い方式ではあるんですけれども、ただ NBA よりも少ない3試合でシリーズの勝者を決め、また野球はバスケと比べて実力差が反映されにくいスポーツですので、結構不確定要素が多いと思うんですね。実際昨年もワイルドカードから勝ち上がってきたナショナルズがワールドチャンピオンになりましたし、今年のプレイオフも順位が低いチームが下克上を起こすという展開も十分あり得るのかなと思いますね。またリーグの半分以上のチームがプレイオフに進めることから、本当にどのチームにも進出の可能性があるのかなと思っています。まあ、それこそ勝率5割を切ったチームがプレイオフに進むという展開も十分あり得ると思いますし、また本当は再建中のチームなんだけれども、たまたま勢いでプレイオフに進むという展開もなくはないと思いますので、本当に今年はですね、60試合という非常に短いシーズンも相まって、何が起こるか最後までわからないシーズンになりそうですね。 MLB としては今回のプレイオフ拡大は収益面の一面を考慮しての拡大だとは思うんですけれども、今季限りの16チームでのプレイオフが果たしてどんなドラマを生むのか、今シーズンの戦い非常に注目ですね。続いてもう一つ開幕当日に決まったこととして、ブルージェイズの今季本拠地が決まりました。もともとトロントでプレーするためにいろいろと調整していたようなんですけれども、ただカナダ政府の要請によりちょっと今季はトロントでプレーすることが難しくなってしまい、ホームゲームの代替地をブルージェイズは探している状況でした。で、結果的にブルージェイズはトリプル A のバイソンズがプレーするニューヨーク州バファローで今季のホームゲームの大半を行うことを発表し、これから急いでバイソンズの本拠地を MLB 基準に少しでも近づけるよう準備を進めるとのことですね。で、ブルージェイズは当初代替地としてパイレーツがプレーするピッツバーグの PNC パークですとか、あとはオリオールズがプレーするボルティモアのカムデンヤーズを候補として挙げていたんですけれども、ただピッツバーグについてはペンシルベニア州の許可が下りず、そしてカムデンヤーズについてもメリーランド州の許可が必要ということで、最終的には AAA の本拠地でのホームゲーム開催となりました。とりあえず今季どこでプレーするか決まったのは良かったんですけれども、ただ開幕当日まで MLB の1チームが今季どこでプレーするかわからないという状態というのは、ちょっと個人的にはそれどうなのとは思ってしまうんですけれども、まあ、プレーオフの拡大も含めて今季の MLB 開幕は本当にドタバタ劇でしたね。はい、続いて日本人選手のデビュー戦について話していきたいなと思っています。今日ですね、レッズの秋山選手とレイズの筒香選手2人がですね MLB デビューを果たしまして、秋山選手については開幕スタメンは外れてしまったんですけれども、途中出場でいきなり初打席センター前にタイムリーヒットを放ちまして MLB 初ヒットを記録、そして筒香選手については初安打が左中間方向へのツーランホームラン、しかもリーグ屈指の左腕であるユヒョンジンからの一発ということで、2人とも早速ですね活
躍しましたね。秋山選手の初ヒットについてはいきなり2ストライクと追い込まれてしまったんですが、ファールで粘りまして、最後は外角に逃げる速球を見事にセンター前に運ぶという、まあ、実にですね、秋山選手らしいバッティングでしたし、また筒香選手のホームランについても、外のボールを左中間方向へ、まあ、筒香選手非常に逆方向にも打球が伸びる選手ですけれども、まさに筒香選手らしい一発でしたので、本当にですね、秋山選手、筒香選手についても、らしさが出た初ヒット、初ホームランだったんじゃないのかなと思いますね。近年は日本人選手の野手のメジャー挑戦というのはあまりうまくはいっていないですけれども、ぜひですね、この秋山選手、筒香選手には、チームの主力選手として、今後も活躍に期待したいですね。そして最後は我らがマリナーズの開幕戦について話していきたいなと思います。マリナーズは今季の開幕戦は昨年1勝18敗とまあボコボコにされたヒューストンアストロズと開幕4連戦を戦うことになったんですが、アストロズも開幕戦のマウンドにはサイヤング賞右腕のジャスティン・バーランダーを送り込んできましたので、なかなか厳しい戦いが予想されていました。ただマリナーズは2回にカイル・ルイスが今季初ホームランを放つと、同点に追いつかれた後の4回には今度はカイル・シーガーがバーランダーから見事な一発を放ちまして、マリナーズ中盤まで2対1とリードしました。しかし5回の裏に、まあ、守備の乱れからですね、一気に5失点と崩れてしまって、でその後もリリーフ陣が立て続けに失点をして、結果的にマリナーズ8対2で開幕戦を落としてしまいました。これはあらかじめ分かっていたことではあったんですが、やはり守備とリリーフ陣がかなり厳しいなという印象を受けましたね。まあ、特にセカンドのシェドロングが、まあ、ちょっとまずい守備を2つぐらい見せましたし、で特に5回はゲッツーを奪えなくて、そこから一気に5失点と崩れてしまいましたので、やはり守備に関しては依然として弱いなという印象を受けましたね。ただファーストにトッププロスペクトであるエヴァン・ホワイトが、まあ、今日 MLB デビューを果たしたんですが、ホワイトについては結構難しい送球を難なく補給したりですとか、随所でいいプレーが見られましたので、そこが守備に関しては数少ないポジティブな要素かなと思いましたね。ただ今日の試合に関しては守備がかなり足を引っ張ってしまった印象ですね。またリリーフ陣については、今日はザック・グロッツ、この試合が MLB デビューだったアンソニー・ミジビッチ、そして FA で獲得したカール・エドワーズ・ジュニアが今日はそれぞれ失点してしまいましたね。まあリリーフに関しても、まあ、経験が浅いリリーフ陣ですので、なかなか終盤のリードをどれぐらい守れるかがちょっと怪しいところがあるんですけれども、まあ今日の失点の仕方なども見てると、まあ今年もなかなかリリーフに関しては厳しい戦いが予想されるんじゃないのかなと思いましたね。若い選手が多いですし、もうこればかりは経験を積んでなんとかするしかないと思いますので、リリーフに関してはまあストレスが溜まる展開が多いかもしれないですが、まあ今年は我慢してみようかなと思います。一方でポジティブな要素をお話しますと、まず何と言ってもルイスがいきなりホームランを放ったというところですよね。サマーキャンプでも打撃好調だったルイスですけれども、バーランダー相手にいきなりホームランを放ったというのは本人にとっても自信になるんじゃないのかなと思いますし、ファンとしても今季どんなパフォーマンスを見せてくれるのか非常にワクワクさせられるようなホームランでしたね。また今日 MLB デビューを果たしたホワイトにも内野安打でしたが MLB 初ヒットが飛び出したのも良かったですね。バーランダー相手に2三振と、まあ、ちょっと壁にぶつかった感じはあるんですけれども、とりあえず初安打が出たのは本人にとっても良かったでしょうし、ホワイトに関しては守備面は申し分ないので打撃でどれだけ結果を残せるかが今後ポイントになってくると思いますので、今後の彼のバッティングというところにも注目して見ていただきたいなと思いますね。チームとしては5安打2得点、しかも2得点はソロホームラン2本と、まあお世辞にもいい攻撃内容とは言えないんですが、期待の若手選手たちがバッティング面で暴れる姿というのは今後も期待しながら見ていきたいですね。マリナーズは絶賛再建中ということで、今季に関しても勝ち試合よりも、まあ、負け試合の方が間違いなく多くはなるとは思いますが、若手選手の成長などを楽しみに1年間試合の方を見ていきたいなと思います。ただマリナーズ戦を見ながら思いましたけれども、まあひどい守備ですとかリリーフ陣にまあ文句を言いながら試合を見ていたところなんですが、そう言いながらも野球が戻ってきたなという実感が少しずつ湧きつつありますね。この4ヶ月間はその文句を言う機会すらなかったわけですし、まあ、マリナーズの試合、お世辞にもいい試合ではなかったんですけれども、こうやって試合を見る環境が戻ってきたことだけでも、なんだかんだ嬉しかったですね。少し今までの日常を取り戻したと言いますか、安心感のようなものがどこかにあったかなと思いましたね。コロナウイルスの影響はまだまだ世界中で続いていますし、今季の MLB に関しても果たして最後までシーズン完走できるかまだまだ不透明な状況ではありますけれども、こうやって少しずつこれまでの日常を取り戻せることを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。